サスケが里抜け当時のジャンプ読者の反応集。やっとサスケの造反確定、いやー長かったな。とりあえずスッキリしたわ。今回は俺には刺激が強すぎた。読んでるだけで心臓バックンバックン言ってたよ。久しぶりにこの板に来たネタバレ内容が分かったからだけど、わら早く先が知りたい。ようやく話が動いたね。本格的に最後まで見届けたくなってきた。桜マジでうざいそう。今週のはマジ泣けた。桜は確かにうざかったけど、そんな桜にありがとうって言ったサスケに感動。本当にこれからどうなるのか、何か桜死にそうだな。次のこの白寿司の時とかに。岸本自身、桜の恋愛描写を自分勝手な恋、と位置づけてはいたが、2、3巻のごく初期の発言だから、今もそのつもりで書いているかは不明。ここら辺で一気に桜が強くなってもいいんじゃない？桜は別に強くならなくていいよ。なったとしてもそれこそルロケンの香る程度でいい。桜がサスケが里を抜けたことを上に報告するとは思えないな。ナルトに助けを求めて実際に動くのはナルトかカシ。桜の3人にもしかしたらジライアがつくくらいじゃないかと思う。この葉の里は不審者侵入し放題、抜け忍ぶし放題だな。いくら人手が足りんからといって。カカシは任務か？てか、サスケをオロチマルが狙ってるってのはみんな知ってたわけで、この葉の里の浅はかさが伺える。な、ナルトは今回も出ないであるか？嘘予告でまくりのシカマルの任務は、サスケ連れ戻しか？やっぱみんな待ち望む展開はシカマル隊長がナルトたちを率いて何らかの重要任務を遂行する展開なんか？俺はそうだ。その通りでなくてもいいから、一旦サスケから離れたところで展開してほしいかなと。別にサスケ嫌いじゃないけど、あまり続くと。シカマルの班からシカマル抜いたら後カスになってまうやん。あの班はあのままにしといてやりたいが、多分204の望み通りになるんやろうね。シカマル今が旬やし。自分も出しゃばってほしくないに一票。多分シカマル隊長って最初長期連載を想定した頃から考えてたんだろう。だから IQ200 持ちで中任になったんだろうけど、 IQ200 はいらなかったな。普通に頭の切れるやし、くらいでいいじゃん。シカマルやその他の下人が一緒に行くとは考えがたくないか？カカシナルと桜の3人と、音までの案内役とブスオロチマルを考えてジライアの計4人で動くのではと予想。フォーマンセルが基本らしいしな。サスケは抜け忍ぶか追い忍ぶにぐちゃぐちゃにされてしまうのかな。わらでもナルトよりかサスケの方が好きなんだよね。俺は、愛一番は沈めたんだが。どちらが好きかは個人の趣味だな。自分的には面白い展開になってきたよ。青年編があるのかどうかも気になる。話のわかるのがいるのう。青年編やらなきゃダメだよな。サスケ失踪して、なんか一悶着したらそのまま突入しそうだな。一悶着って、サスケが追って殺しちゃったりとか？これだと後戻りできないな。カカシがサスケ追っかけてく最中にカブトと戦うぐらいじゃないか。いやいや、ジュインが体全体に広がって自分を失う最後の最後になるとと桜も？がどうこうって展開じゃないの？だとするとこのダークサスケ編かなり長い話になりそうだ。このまま行くとイタチはいつ出てくるんだ？サスケがイタチのところへ行く前にオロチマルに乗っ取られそうになり、ナルトたちが駆けつけるという展開になりそうだが。オロチはサスケの体を乗っ取る前に十分な強さを持つまで鍛え上げると、再登場のサスケが恐ろしい強さを持って出てナルトたちが唖然とすると、でその成長過程でサスケとの間に指定愛をオロチが芽生えさせると、ジライアあたりとの決戦で死ぬ寸前にサスケを助けて改心したまま息を引き取ると。オロチマルが代々のハドラーみたいになるのはやだな。まあどっちにしてもサスケはオロチ大蛇を口寄せするようになるんだろ。桜も綱手の下につくかどうかは知らないけど、ナメクジの口寄せは教えてもらえるんだろ。そんな展開になるのはいつ頃か。ところでオロチはサスケに呪縁を与えたのはなんでなんだろうな。ただの餌なのか、それとも呪縁の状態が進んで自分をなくさせないと乗っ取ることができないからなのか、両方なのか、関係ないけど、ザコンはサスケの呪縁は状態1だとか言ってたが、どうやって判断したんだろうか。呪縁がまとってる範囲はほとんど変わらない仕様だし、呪縁の模様で見分けたのかな。音読人がオロチから力を与えられる代わりに逃れられない言うてたし、首輪のつもりなんでない？呪縁は力引き出す以外にもオロチに逆らえなくする何かがあるんじゃないかな？呪縁を自由自在に制御できないアンコは相当な算したということかね。アンコはオロチマルに従わない意志があるから制御できねえんじゃねえの？手元にコミックスないから記憶でもの言ってるが、桜とタユヤでサスケを取り合うんだろうか？サスケって精神力偏ってるよな。体を酷使する腫瘍や、呪縁の暴走を跳ねのける人並み以上の精神力があるのに、自分の存在を揺らがす苦痛には人並み以下。チャクラは精神力足す身体パワー足す潜在能力だけど、こういう偏った精神力はどう計測されるんだろう。それが少年時代の葛藤というものだ。悲惨な過去を送ってればなおさら、俺はナルトなんかよりサスケの方が人間らしさがあると思うぞ。現代人だな。楽に俺はナルトは淡白すぎて好きになれん。俺は、まあ、一番は沈めたんだが、どうでもいいけど、沈めは男だよ。正確に言うなら元男かな。綱手に手術してもらったんだって。まあ、ふーんって感じの話なんだけどさ、どうでもいいか。やっぱりな、そうだろうと思ってたよ。サスケが嫌いな奴はサスケが改心して爽やかになったら好きになるのか？そして次の人気投票にはぜひ沈めたの？ミスハケイン最後のページの桜がベンチの上で寝かされているシーンで、今までベンチの横にあったゴミ箱が消えてなくなってるサスケ。里出るのにそんなもん持っていくなよ。
わらた。やっとナルトの分岐点に入りましたね。サスケも言っていたように、ここから新しく始まる、ですよ。きっと、もう青年編になってもいいんじゃない？暁保留のまま青年編に入るのは考えにくくないか？じゃあ少年編のまま暁を倒すの？それも無理があるよっていうか、別に青年編じゃなくてもいいんだけどね。普通に2年くらい経ってナルトたちが少し成長しました。って感じでも別にいい？日立の今のナルトは必要ない、の発言から暁はまだ先でいいと思うんだけどな。確かに23年ぐらいがちょうどいいな。15か16歳。早く成長した日向タンガみたい。確かにここまでさほどの成長はないな。ナルトは地雷や、サスケはオロチマル、桜は綱でと前から考えていたのなら、まあそもそも綱での出番が遅かったし、今まで大きな成長書かれてなかったのはそのせいかなどとも思ったのだが、何にせよやっと話が動いたのは何より。抜け忍ぶて死刑だよな。でも岸本だからな。でもこの白寿司編でこの葉の暗部の激弱っぷりが露呈してしまったから、誰が追って行っても帰り討ちぽい、というか忍者層が薄すぎ。上層部にバレなきゃ殺されることもないだろ。そのために抜ける場面に桜を出したんだと思うしな。桜がナルトにサスケが抜けたことを伝えて、七班だけで行動ってことになりそうだ。お前ら分かってねえな。来週は抜けたサスケと迎えに来た落とし信を殺しにカカシが現れる回だ。お前ら分かってねえな。来週は抜けたサスケと迎えに来た落とし信を殺しにジライアと綱手が現れる回だ。落とし信4人と下手したらサスケも殺されて終わり。お前ら何言ってますか？黙って見ていれば好き放題言いやがって。来週は改造人間サスケが早速登場する回だろ。額に第三の目が開眼するんだよ。来週はナルトやサスケに遥かに追い越されて劣等感を感じたイルカ先生がこの歯を抜けます。ラスボスはイルカ先生。ラーメンを食ってる場合じゃない。イルカは一楽で突然気づいた。丼を持つ手が震えた。というか収集つくんだろうか。ナルト登場人物多すぎるから話が全然進まないし、使い終わったキャラは殺すか出番なくすかしか方法なさきだしな。今やっとメイン話の一つであるサスケ復讐関連話だから、あとはナルトの九尾関連話とカカシの過去はくらいだと思うが、他にメインってあったっけ？今週の話をもって40巻まで続くことを悟った俺は変か？わら読んだ桜やばい。俺は桜の行動が痛すぎとまでは思わなかった。口だがなんでこんなに違和感があるのかわかった。なんつうかすでにこれは12歳の恋愛という次元を超えて単なる危険な愛だろと思った。復讐を手伝うとか一緒に連れて行ってというセリフがなければまさなおそこまで違和感感じなかったかもしれない。痛いというより単純にヤバいというか、なんというか、何にせよ12歳の少女に言わせるセリフじゃないなこれは。でもまあ内容は正直いただけないが、ここで桜を出してきたのは珍しく正解だったとは思う。今週号のナルトははっきり言って心臓に悪いよ。俺桜のセリフにドキッとしたし、ウエレスの通り12歳レベルの恋愛じゃないよ。文字バレ読んで、復讐だけじゃ誰も幸せになれない、の部分だけはまあそうだよなと思ったんだが、まさかその続きがサスケ君も私も、と来るとは予想だにせんかった。そしてさらにハッハーなセリフがポンポン出てくるとは。桜はサスケの前に仁王立ちして絶対に行かせないと涙ながらに止めてた方がちょうど良かった気がするが、サスケ相手だと随分日陰の女みたいな言動するな。どうい戦ってでも止めるくらいの気合でくないでも構えてくれればよかったのにな。俺はサスケの安っぽいホテルの一室みたいな部屋に大笑いをしたんだが、そこは誰も気にならないのか？俺だけか？そうか。掛け軸に笑った。うちは家は純和風ぽかったのに、でかいクッション3つもあるベッドだし。サスケの部屋、ホテルの一室借りてるっぽくないか？家具が備え付けみたいな感じだったり、テラスにテーブル置いてあったり。ここ数週の話で決定的にこの葉を去る要因ってあったか？ジョージあたりをサスケが殺害したら盛り上がりそうなんだけどね。最後のページのサスケと音の4人衆たちの身長ほぼ一緒だな。影になってるけど、あれって横一列に並んでる絵だよな。サスケだけ前の方にいたら違うかもしれないけど、サスケと身長同じくらいならやっぱ4人衆たちの年齢は一緒くらいか？それとも4人衆たちがチビなだけなのか。4人衆は人体改造されて成長が止まりました。サスケ落とし信4人衆と一緒にいるうちに情が移ったりして、そして将来的にそれも捨てきれずに悩んだりして、悩み大きい人生。今回は以上になります。この時点で当時の人たちは何かを感じていたのかもしれませんね。次回はこの後に起きるジライアとペインの戦いをアップします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。